プリメーラ・ディビシオンは、ウルグアイにおける、サッカーリーグのトップディビジョンである。正式名称はカンペオナート・ウルグアージョデ・プリメーラ・ディビシオン・プロフェッショナルである。スポンサー名を冠して、トルネオ・ウルグアージョ・コパ・コカ・コーラ、スペイン語トルニオ・ウルグアイオ・コパ・コカ・コーラとも呼ばれる。1900年に創設された世界でも、有数の歴史を誇るサッカーリーグである。 1932年にプロリーグ化された。リーグ創設以来、ナショナルとペニャロールによる二強体制が続いている。特に1932年のプロ開以は、1976シーズンにディフェンソールが優勝するまで40年以上にわたりに、今日が優勝を独占した。1980年代以降は、ディフェンソールやダヌービオが上位に進出する機会が増えて、来ている。 2004シーズン以前と2017シーズン以降は、歴年方式、2005から06シーズンから2015から16シーズンまでは、越年方式であった。2005シーズンと2016シーズンは、方式以降のための特別シーズンで、1回のみの総当たりによる短期リーグが開催された。2017シーズン以降は、トルネオアペルツーラー、トルネオインテルメディオ、 トルネオ・クラウスーラの3フェーズに分けてリーグ戦を行う。トルネオ・アペルトゥーラとトルネオ・クラウスーラは16クラブによる1階層あたり方式で、トルネオ・インテル・メディオは16クラブを2グループに分けた8クラブによる1階層あたり方式である。計37試合の結果を年間順位表に集計し、上位4クラブがコパリベルタドーレスの出場権を5位から8位の4。 クラブがコパスダメリカーナの出場形を獲得する。リーグチャンピオンは優勝決定プレイオフによって決定する。まず準決勝でトルネオ・アペルトゥーラの優勝クラブとトルネオ・クラウスーラの優勝クラブが対戦する。その勝者が決勝で年間順位表で1位となったクラブと対戦する。なお同一クラブ同士の対戦となる場合は試合が行われず自動的に勝ち上がるシステムである。 リーグチャンピオンはトルネオインテルメディオの優勝クラブと翌年のスーペルコッパウルグアージャで対戦する。ありがとうございます。